皆さん、こんにちは。こんにちは。ここからは、がんサバイバーの声を聞こうのセッションです。私は司会進行を務めさせていただきます。ベック乳がん体験者コーディネーター、並びに OCT 一期の大友芽衣子と申します。どうぞよろしくお願いいたします。そして、私と一緒に進行してくださいます、プレゼンテーションスキルコーチで、がんサポ喫茶トマレギ代表の久田邦弘さんです。はい。プレゼンテーションいろいろアドバイスをしているのと、まあ、OCT も一期で、登壇させていただきました。幸せです感謝グループの代表をしています。よろしくお願いいたします。はい。よろしくお願いします。今日は国坊と呼ばせていただきます。はい。このがんサバイバーの声を聞こうというプログラムは、2013年から毎年開催しております。がんサバイバーが自分の体験を語り、その話を聞くことで、日本のがんに関する課題を明らかにして、がん患者を含む国民ががんを知り、がんと向き合い、がんに負けることのない社会の実現を目指すことを目的としております。はい。今年もですね、オンラインでのプレゼンテーションとなりました。では早速、今日のプレゼンターの皆さんにお顔を出していただきたいと思います。はい、ありがとうございます。本日はこの8名のメンバーがそれぞれの体験と課題についてプレゼンテーションいたします。皆さん、どうぞよろしくお願いいたします。はい。それでは最初に、今日これをご視聴くださっている、ご参加いただいている皆様がどのようなお立場の方なのか、ちょっと伺いたいと思います。ご参加の方でですね、これ匿名でどなたが答えたかわからないようになっています。よろしかったらば、皆様のお立場を、チェックしてください。複数回答可能になっています。今日ね、どんな人がいらっしゃってるのかな。そうですね。うん、やっぱり患者さんがね、毎年多いんですけど、結構医療従事者の方もいらっしゃったりして。結果出ましたね。結果出ました。40% ががん患者さん。あと、がん経験者の方もいらっしゃいますね。それから、ご家族の方も来てくださってるみたいですね。医療従事者の方も、と、あと、ヘルスケア関連会社の方、来てくださってます。ありがとうございます。ありがとうございます。はい。じゃあ、もう一つ質問させていただいてよろしいでしょうか。次の質問です。今日ここに、来てくださった参加の動機を教えていただけますか？これも複数選択可能になっています。うん、ね。上3つがいいな。うん、いいね。他に見たいセッションがなかったから。ちょっと寂しい。ちょっと寂しい。寂しいね。寂しい選択肢だね、これね。やっぱプレゼンテーターのお友達が聞いてくれるとすごくね、張り合いありますよね。さあ、答え。結果出てみたい。あ、すごい。そうなんですね。もうほとんど、経験者の方の話聞いてみたいって方はこんなたくさんいらっしゃる。なんか、頑張る力が湧いてきますね。うん、プログラムのタイトルに興味惹かれたっていう方もいらっしゃいますよ。嬉しい。ありがとうございます。はい、ありがとうございます。お知り合いのね、お友達もね、来てくださってるみたいなので、みんな応援になると思います。ありがとうございます。ありがとうございます。じゃあ、それではね、始めていきますか？始めていきましょう。うん。一人目の方、最初のプレゼンターは、市志正人さんです。なんか一人目でね、ちょっと、緊張しますね。緊張しますね。市志さんのタイトルは、一人ぼっちで悩まない。会社員が相談できる機会とタイミング作りです。それでは、市さんどうぞお願いします。はい、皆様、こんにちは。一人ぼっちで悩まない、会社員が相談できる機会とタイミング作りを、この市からお話しさせていただきます。はじめに自己紹介です。私は研究と開発、設計、技術や一筋25年の会社勤めのサラリーマンです。そして、大腸がんのがんサバイバーです。休みの日にはワークショップを開いたり、イベントを運営したり、コロナで行動が制限された2020年は、
がんの闘病の話や正しい知識を交えながらライブ配信をしています。がんと私の関係、治療の経緯です。私は2016年に健康診断で便潜血が見つかり、大腸ポリープから直腸がんが見つかりました。2017年にステージ 3B と診断され、その3年後、2020年に右と左の肺に転移し、ステージ4に病気が進行、3度の手術と2度の抗がん剤治療を経験しています。こうして病気が進んでも、早期発見、早期治療できているので、こうして元気で過ごしていられますが、がんと分かった当時から、職場の誰にも相談できず、不安だらけでした。例えば、何日休まなくちゃいけないのかとか、お金がいくらかかるんだとか、不安だらけでした。去年、キャンサーネットジャパンさんのがん情報ナビゲーターという資格を取ったことをきっかけに、2ヶ月前の6月、がん経験者が集まるイベントに初めて参加をしました。心配や悩み事の相談に乗ってくれる方がいて、団体がこんなにたくさんあるということを知って嬉しかったです。私ががんを告知されたとき、あるいはステージ 3B の診断がついた直後に、こういった方たちに出会っていれば、治療と仕事の両立はぐっと楽になったはずです。これから私ががんに罹患をして困ったことを3つご紹介します。1つ目は、失礼しました。がんの罹患者が増え始める、我々働き盛りの世代にこそぜひ分かってほしい話です。1つ目は、相談相手を見つけられなかったことです。私の会社には700人ほどの仲間がいます。治療と仕事の両立について、職場のことをよく知るがん経験者に相談したかったのですが、どこにいるのかさっぱりわかりませんでした。がんの経験者は、罹患したことをわざわざ喧伝しませんし、会社は病歴は個人情報にあたるので開示しません。ですから、敷居の低い相談窓口が職場には必要です。二つ目に困ったことは、間違った情報に困惑したことです。知人や親兄弟に相談をしたら、YouTube の動画がチャットに届いて、開いてみたら、がんは切るなという内容でした。別のチャットに届いたら、URL をクリックしたら、民間療法のクリニックのホームページで、内容はとても根拠に乏しいものでした。相談される方も、がんは未経験ですから、こうなるのは仕方がないなと思いました。みんなが善意でアドバイスしてくれているのですが、治療をどうするのかは自分で決めなくてはいけません。ですから、後悔のすることのないように、がんと治療について正しい情報を持つことが大切です。困ったことの最後は、治療と仕事の両立は手探りです。退院をすると、抗がん剤を打ちながら職場に復帰しました。外見の変化がなかったためか、上司や職場も安心して仕事を任せてくれました。抗がん剤の副作用や抑える薬を飲んでましたが、いろいろ苦労はつきもので、例えば急に下痢がやってくるので、出張はトイレを転々としながら移動。大事な会議は下痢の収まるタイミングに開く。体が冷えると手足や口が痺れるので、エアコンから遠ざかるように着席。いろいろ工夫をしていました。上司や同僚は、大丈夫か？無理するならよって気にかけてくれましたが、私はあの頃はペースが分からず、残った仕事を家に持ち帰り、がむしゃらに働いていました。私も手探りで、上司も何かしたいけど、何ができるか分からない。そんな状況でした。あの時に、勤めながら治療をした、がん経験者の知見をお借りできれば、とても心強かったです。はい、失礼しました。はい。スライドを組み合わせますね。はい。治療と仕事を両立しようとして直面した問題を3つご紹介しました。1つは職場に相談相手を見つけられない。2つ目は間違った情報に困惑。最後は治療と仕事の両立は手探り。会社の中核にいる我々40代、50代は、がんについて無知です。がんを告知された瞬間から、こういう問題が必ず起きます。一人で悩まず、経験者の力を借りてほしい
このことをがんになる人が増え始める我々の年代にこそ分かってほしいです。問題の解決に向けて、まず私の職場でがんに罹患して悩む同僚に仕事と治療の両立の相談に乗ろうと思います。ところが私は大腸がん以外のアドバイスは難しいです。先日乳がんの相談を受けましたが、乳がんそのものはアドバイスが難しくて、がんで気をつけるべき一般的なアドバイスをさせていただきました。がんはできた場所、がんの病変や進み具合、広がり具合によって治療内容が変わります。主な治療には手術、薬物療法、放射線治療、免疫療法がありますが、治療によって後遺症と副作用が異なりますので、仕事をする上では注意をすることが違います。ですので、例えば肺がんの告知をされた人は肺がんの経験者が、肝がんで治療内容まで決まった人はそれに近しいアドバイスをするのがベストですが、これを実現するためにたくさんのがんの経験者のお力が必要です。私が仲立ちをしてがん罹患者とアドバイスをしていただける方をつなぎます。勤めながらがんを治療した経験者や企業内でがん患者を支援している方のお力をお借りしたいです。よろしければ画面右上の QR コードを読み取っていただきまして、ぜひ善意をお寄せください。最後になりますが、私もがんサバイバーであること、アドバイスできることを先日同僚に伝えると驚いていました。まずは身の回りから始めて、職場の身近なところから取り組んで、少しずつ規模を広げて、課外活動から会社の制度とか仕組み化に取り組んでいきたいなと思っています。私からは以上です。ご清聴ありがとうございました。はい、ありがとうございました。お疲れ様でした。何ですか、一歳一番で。いやー、緊張してスライドをですね、お見せするのが忘れてました。ただ話を、スライドがなくても話ができるように、練習してきましたので。あ、さすが。皆さんもお許しください。すごい。全然気になりませんでした、こっちは。なかった。いやはい、失礼いたしました。久田さんなんか、そうですね。その、大腸がんっていうか、自分のがん種以外の方をどうフォローしていくかっていうのは、今何か、とりあえず一歩始めたことなんかがあるんでしょうか。今始めたことは、去年から、他のがんのことも知ろうと思って、キャンサーネットジャパンさんのがん情報ナビゲーターを取って、非常に幅広くですね、血液から、乳がんから、子宮頸がんから、いろんな、題材を試験問題になりますので、勉強させていただいているといったところです。なるほど。はい。今、いろんな患者会とか団体がオンラインで運営しているので、はい。できるだけ顔を出して、そこの雰囲気を把握して、やっぱり自分が分かってないとか紹介しづらいんで、はい。自分の一つかなとは思います。はい、ありがとうございます。はい。うん。いや、いつか本当にね、30代の方だと思ったんですよね、私最初お会いしたとき。はい。見た目若いもんね。見た目若いですね。実は何歳なんですか？今年で50です。働き盛りの。いやー。ちょうど、がんが増えてくる年代ですね。見えないね。ありがとうございます。カメラの効果です。いや、実際会ってもね、本当はね、皆さんにお会いさせていただきたかったですけど、スラーと背の高いね、感じで。でも本当にね、こう病気っていう風に見えないところが、よくもあり、また、辛いところでもあったんじゃないかなと思いましたが、はい、ぜひ、頑張っていただきたいと思います。石さん、ありがとうございました。はい、ありがとうございました。お二人目は、佐久間久美さんにご訪問します。はい、よろしくお願いします。共有の準備を。よろしくお願いします。ちなみにですね、今日のスピーカーの方の細かいプロフィールにつきましては、最初の視聴ページにありますプログラムに記載されていますので、そちらの方をご覧ください。じゃあ、佐久間さん、準備がよろしいようです。で、佐久間さん、よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。がんサバイバーとしてですね、避難訓練を皆さんにしていただきたいということをお話ししていきます。皆さんは避難訓練に参加したことはありますか？学校や職場や自治体などでは、火災や自然災害に備えて、あらかじめいざという時にはどう行動するべきかを覚えるために、避難訓練が行われます。
本当に災害に遭ったとき、慌てずパニックに陥らずに身の安全を守る行動を取るために、例えば避難所の場所を調べ、実際にそこまで歩いてルートを確認する。一度でもそんな訓練をしておけば、いざ被災したときにも落ち着いて行動できる可能性が高まります。これをがんという病気に当てはめてみます。いざがんと診断されたらどう行動するべきか。まずは病気の状態を把握し、パニックに陥らずに治療を選択する。場合によっては、セカンドオピニオンを聞きに行く。自分の子供には、親には、職場の人にはどう伝え、どう協力してもらうかを考える。困った時には、がん相談支援センターを頼る。そのように行動したいわけですが、それらをあらかじめ教えてくれるがんの避難訓練はありません。私は肺がんの経験者です。2018年の春に人間ドックで見つかりました。ステージは 3B でした。身内や知人にがん患者は何人もいたのに、病名を告げられて私はパニックしました。治療選択をせねばならず、治療についての情報を得ようとパソコンに向かうと、ステージ別の余命、5年間生存率などを調べてしまいます。さらに、怪しげな食べ物、数百万円もかかる自由診療の広告などにも目が行き、不安はどんどん大きくなるばかりでした。結局、免疫チェックポイント阻害剤で治療すると決まったとき、先生に治療の費用を尋ねてもわからなくて、ネットで年間1000万円以上の費用がかかるという断片的な情報を得て仰天しました。標準治療には保険が効き、さらに高額療養費制度もあるということを知らず、何年もかけ続けていたがん保険のことすら忘れているという当てっぷりで、老いた親に借金を申し込むというドタバタ劇を演じてしまいました。そんな私でしたが、通院先のがん相談支援センターで話を聞いてもらったり、患者サロンに誘ってもらったりするうちに、徐々に落ち着きを取り戻してきました。肺がんの患者会に入り、多くのセミナーなどにも参加するようになりました。たくさんの仲間がいると知り、がんの治療を学び、治療の効果を願いながら進むうちにまた以前のように笑ったり、仕事をしたりすることができるようになっていました。治療を続けながら私は罹患した当時の自分を振り返りました。いい大人の私が何と取り乱したことでしょう。狭い視野で真偽もわからない断片的な情報だけを頼りにおろおろと歩き回るばかりでした。がんにかかったのは世界で自分だけのような気持ちになって絶望したり投げやりになったりしたこともありました。これだけがんにかかる人が多いと知っていてもがんと告げられて心底驚いてしまったのです。これはつまり避難訓練を一度も受けずにいきなり被災したようなものだったのではないか。私はそんなふうに思いました。では、がんにおける避難訓練とは何でしょう。それは、がん経験者の話を聞くことではないかと思います。避難訓練に例えるなら、パンフレットやネット記事でがんという病気を知ることは、ハザードマップを見ることだと思います。そして、がん経験者の話を聞くことは、実際に避難ルートを歩いてみること、避難の実際を想像して、必要なものを防災リュックに詰めることに相当するのではないかと思うのです。あくまでも自身の経験だけではあるけれど、診断まではどんな流れだったか、治療を始めるまでどんな悩みがあったか、そんな人たち、そういうことを伝えていきますと、それを聞いた人がですね、いつか、あ、こういう時にはまずあそこに相談すればいいんだな、というふうに思ってくれるかもしれないわけですね。これが癌の避難訓練になるのではないか。私はそう思いました。そこで、私は友人やご近所の方などに癌で闘病中であることを話すようになりました。自分の闘病を一例として、今時の癌治療ってこんな感じなんだよ、と治療の実際を話すと、質問してくれる人もたくさんいました。病院はどうやって選んだの？通院治療が主流だというのは本当かしら？家族はどんな風に支えてくれたの？話を聞いてくれた人から、治療しながら普通に暮らせる場合もあるんだねとか、心配なことをちゃんと聞ける場所があるんだねという感想が返ってきて、私は何かが伝わったなという手応えを感じました。幸い私は畑は違いますが、講師という仕事をしています。
そこで、より多くの人に経験談を話す場として、学校でのがん教育に興味を持ちました。全関連の e-learning などで学んでから、生徒たちに伝えたいことをまとめた資料を作って、近隣の自治体の教育委員会を訪問し、外部講師としてがん教育に参加させてほしいとお願いしました。専門の先生が授業をしてくれるから結構ですとか、辛くて怖いだけの経験談はいりませんと断られることもありましたが、治療の日々には目標や希望もあること、医師を含め多くの専門家がサポートしてくれること、患者同士が支え合い励まし合う患者会などもあること、でもそういうことは教科書には載っていないということを話し、だからがん経験者の視点からそれらを話すことはがんの避難訓練になるのだと訴え続けました。おかげさまで、ようやく昨年から中学校などで授業をする機会を頂戴しています。がんに罹患したことを周囲の人に伏せている方も多いと感じます。でも、がんを知り、しっかりと治療と向き合ったサバイバーの経験は、これからがんになるかもしれない人たちの役に立ちます。事情が許すなら、サバイバーの方々にはその経験をもっと話してほしいと思います。私のように、がん教育を目指す方にも増えてほしい。そうでない方々にも、周囲の方に、がん経験を伝えてほしいと思うのです。辛い経験については、どう辛かったか、それをどうやって、どんな人に助けてもらって乗り越えたかを伝えてほしいと思います。何を目標に、何を支えに、日々治療したか、それを教えてあげてほしいと思います。がんになって、大きな変化があったとしても、しっかりと自分の生活をしていることを話してほしいとも思います。それらは立派ながんの避難訓練になると思うからです。最後に参考になりそうな学びの場をご紹介します。まず、全関連のがん教育外部講師のための e-learning です。がん教育の何たるかがよくわかるオンラインで学ぶ場です。そして CNJ による Over Cancer Together というキャンペーン。サバイバーの声は社会を変える力になるということを訴えるもので、年に1回サバイバースピーキングセミナーも行われています。私もそれに参加しました。他にも身近なところに勉強会やスピーキングクラブなどがあるかもしれませんので、探してみてください。私からは以上です。最後までお聞きいただいてありがとうございます。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。いやー、佐久間さん、OCT の、宣伝もしてくださってありがとうございます。はい。はい。ね、だいたい1年に1回やっておりますので、ぜひね、次回にまた参加者を募集しますから、この、聞いてくださってる方で、興味がある方は、ちょっとアンテナ立てておいていただけると嬉しいです。話すことをちゃんと教えていただける場って意外とないと思うんです。で、がんの経験談を本当話せばいいというものでもないので、ぜひ学んで話していただきたいなと思っています。はい、ありがとうございます。国坊、何かいかがですか？はい。今、Q&A のに、がんの避難訓練という考え方は新鮮でしたっていうコメントをいただいてますんです、ね。ああ、本当だ。ありがとうございます。どうですか？ OCT は、仲間づくりっていう点ではどうでした？はい。実際に参加した後ですね、同じグループになった方とは今でもつながって、グループ LINE でやり取りをして、今日は朝から頑張ってというメッセージをたくさんもらいました。なるほどね。まあそういうことも力になってきますよね。はい。はい、ね、同じ志を持ってる人とお話しすると元気をもらえますよね。で、なかなか一般の生活ではない経験だったので、本当に嬉しかったです。そう言っていただけて、きっと主催している CNJ も喜んでいると思います。なんかこう、そうね、サバイバーのスピーキングって、こう、ちょっとこう、上げ底にしてくれたりとか、多めに見てくれたりとかするところもあったりするかもしれないけど、結構厳しく、そこはね、みんなね、主催者がもうみんなのサバイバーだから、逆にこう、本当に、偏見なしですね。集まれて、好きなこと言い合えて、楽しいですよね。はい、ちょうどお時間になりましたので、ありがとうございます。ありがとうございました。はい。それでは、3人目の演者に移ります。小宮悟さんです。はい。はい。小宮さんの発表タイトルは、がんとコミュニケーション手段です。
よろしくお願いいたします。はい、じゃあよろしくお願いします。こんにちは、はじめまして。私は小宮悟と申します。現在は40歳で茨城県守谷市というところに住んでいます。本日はがんとコミュニケーション手段について話をさせていただきます。まず最初に少し私の病気の経緯を話させていただきます。私は平日は東京の会社で働き、週末は自然豊かな茨城で子供と遊ぶ平和な日々を過ごしていました。2020年の冬、私は体力の衰えを感じていました。なぜだか通勤の自転車で駅に向かうにも何人もの人に抜かれてしまう。駅の階段の上り下りですらきつく感じるようになる、体調の異変を感じていました。そんな中で2020年3月19日の夜に私は40度近い発熱に加え左足に強烈な痛みを感じ、救急車で病院に運ばれました。血液検査によって白血病が疑われ、そのまま大きな病院に転院。精密検査の結果、急性骨髄性白血病という宣告を受けました。加えて、蜂窩織炎というウイルスが足の中に入ってしまっており、歩けない状態にもなってしまいました。当時は国内で新型コロナの感染拡大が始まった時期と重なり、3月27日以降は妻とも面会ができなくなってしまいました。1週間ほどの一時退院は数回ありましたが、入院期間は半年以上に及びました。抗がん剤や放射線、移植など治療は楽なものではなく、治療を受けながら体が弱っていくのを感じました。当時5歳と3歳の子供を抱え、人生はどうなるんだろうかと不安に駆られた時、私の心を支えてくれたのはスマートフォンでした。家にいる妻と子供は毎晩テレビ電話をしてくれました。私はほぼ毎晩家族の食卓に画面越しではありますが、同席をすることができました。子供たちは保育園での出来事を話してくれて、妻とは子育てや治療費のことを話し合うことができました。家族との会話がなかったらおそらくモチベーションは保てなかったと今はそう思います。そこで長期入院生活をしてみてコミュニケーションについて感じたことを3つ話をさせていただきます。それは1つ目、スマホ機器を使い慣れよう。2つ目、大事な人にも使ってもらおう。3つ、どんな時でも通信手段を確保しようの3つです。まず最初にスマホ機器を使い慣れようです。私のいた血液内科の病棟は無菌病棟という場所で、外部との接触はほぼありませんでした。私の妻が衣服を持ってきてくれた時も中に入ることはできず、ドア2枚越しに受け渡しをしていました。私が入院していた時にこんな患者さんがいらっしゃいました。それはコロナ禍で面会謝絶が続く状況の中で、その方は看護師の方に病棟に友人は入れないのかということを何度も聞いていました。また、周りの患者さんとはほとんど会話がなく、テレビのワイドショーに向かってずっと話しかけていました。おそらくその方はテレビ電話を使った経験は少なく、日常的に電話などはあまりしない方だったのかと思います。看護師さんと話すのは楽しそうでしたが、その看護師さんも自らの仕事があり、ずっと対応はできません。そういった中で態度が悪くなったり、悪態をついている姿もありました。今思うと彼は寂しかったのだと思います。また別の患者さんの中には私と同じようにテレビ電話を上手に使っていた方もいらっしゃいました。その方は LINE を使ってお孫さんとコミュニケーションをとっていました。最初は LINE をパソコンで使う方法がわからず、私と一緒に使い方を覚えていきました。使い方を教えていく中で一番最初につながった相手がお孫さんでした。つながった瞬間にその患者さんの顔を見ると普段とは全く違うほころんだ顔を見て、私はなんだかとても幸せな気分になりました。まず自分自身が多様なコミュニケーション手段を使えるようになることはとっても重要なことです。いろいろなアプリが出てコミュニケーションの取り方も SNS なども含めて日々進化しています。自分にはいらないと思わずにいろいろと試しに使ってみましょう。そんな好奇心がどこかで役に立つかもしれません。二つ目は大事な人にも使ってもらおうです。自分が使うことができても大事な人が使えなかったら使えません。私の病気以降、私の母親は LINE のテレビ電話の使い方を覚えました。
東京と茨城ですが、コロナ禍でも孫とたくさん話をしています。皆さんは普段からおじいちゃんやおばあちゃんと、また孫や子供といろいろな方法で連絡を取り合っていますでしょうか？テレビ電話を普段から使っていない人と急にテレビ電話を使うのはとても難しいことです。いざという時に困らないように普段から多様なコミュニケーションの取り方をぜひ利用してみましょう。最後の3つ目はどんな時でも通信手段を確保しようということです。私自身は入院当初安いスマートフォンの契約をしていたこともあり、契約していたギガ数があっという間になくなってしまいました。スマホのデータ通信量には制限があるため不自由を感じ、途中からは Wi-Fi ルーターをレンタルしました。私は身近な人との会話は患者にとってかけがえのないものと確信をしています。途中で Wi-Fi ルーターをレンタルしましたが、休職中である私は新しい支出を増やすこと、それを妻に伝えることはだいぶためらいました。妻はもちろん承諾をしてくれましたが、スマホの契約内容や資金力でできる人とできない人の差があってはいけないと、今私は病室 Wi-Fi 協議会という活動に参加をしています。いずれ入院中には通信環境を気にすることなく入院生活を送ることができればいいなと願っております。この活動に少しでもご興味をいただけましたら、ぜひ私たちのホームページにアクセスをしてみてください。活動の内容や様々な情報を載せています。皆さんからのご意見やご感想を参考にさせていただき、活動につなげていきます。最後に、病気になって生きること、死ぬことについて考えてみたことがあります。そして一つ思ったことがあります。それはどんな人でも、辛い時には悲しみに満ち溢れるよりも、楽しさに満ち溢れてほしい。見ず知らずの人に対しても私はそう願います。それは大それたことでもなく、誰もが望めばできることもあります。私はその一つがコミュニケーション手段を確保することだと考えています。もしも誰とも会えない環境になった時に、代替の手段を皆さん持ってますでしょうか？普段から普通の電話やテレビ電話、もちろん対面を含めた多様なコミュニケーションの取り方を意識的に大事な人とはぜひ共有をしてください。その多様性はあなたの助けになるとともに、大事な人との大事なコミュニケーション手段の確保につながることだと私は思います。ぜひどんな時でも困らないコミュニケーション手段を確保してください。ありがとうございました。ありがとうございました。なんかとっても話し慣れているっていう感じの小宮さんでしたが、話を終わっていかがでしょうか。とても緊張しましたが、少し話せたかなと思います。わかりました、うん。とっても大事だと思います。一つ質問していいですか？小宮さんのご家族は、こういう活動をしていらっしゃる小宮さんのことを、どのように思ってらっしゃるんでしょう？実はですね、今まではこういった社会活動だったりとか、そういったものを病気になるまでは一回もしたことがなかったんですけれども、それこそ子供と毎日遊ぶようなことをしていたんですけれども、この病気以降はこういった活動でこう週末を使うこととかが多くなったんですけど、それに対しても応援をしてくれてます。子供も含めてみんな応援をしてくれてます。うんうん、ね。当事者だから伝えるからこそ伝わることってありますもんね。頑張っていただきたいと思います。クリボー何かありますか？そうですね。僕もいろいろオンラインでサポートしてるんですけど、大変、これ、なってからオンラインでオンラインのことを教えるってものすごい難しいんで、やっぱり、ね、普段から使い慣れておくことが大事かなと思いますね。その辺なんかありますかね？うん、まあ言われるようにですね、急に多分なっても、急にそういう状況になった時に使おうと思っても使えないっていうのがあって、うん、今日たまたま朝テレビを見ていたら、ご年配の方が孫と iPad を使ってコミュニケーションを取っているみたいな、それは病気に関係なく普段からやられている方がいらっしゃって、なんかとても素敵だなと思ったので、なんか本当にこういう環境だからっていうふうに限らず、いろんなコミュニケーションは取っていただいた方が本当に人生にとっては豊かになるんじゃないかなと思っています。そうですね。災害の時もそうですけど、本当に今たまたまこのコロナ禍で、特にこの Wi-Fi で病院に置くっていうのは、注目されている
大事な活動になってますよね。頑張ってください。ありがとうございます。大体お時間に。はい、そうですね。はい、小宮さん、ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。はい。じゃあ、引き続きまして、次の演者に移ります。相沢美穂子さん、よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。相沢さんの発表タイトルは、がんサバイバーが安心して旅行を楽しめるためにです。それでは、相沢さん、よろしくお願いします。皆さん、こんにちは。相沢美穂子と、申します。突然ですが、皆さんは旅行はお好きですか？おそらく旅行が好きな方は多いのではないでしょうか。調査によると、2019年の日本人の余暇の時間に行う活動の中で、国内宿泊旅行は9年連続で1位。新型コロナウイルス感染症の流行で順位は落としてしまいましたが、感染状況が落ち着けば旅行したいと思っている方はたくさんいらっしゃると思います。では、がんサバイバーの方や身近にサバイバーがいらっしゃる方にもう一つお尋ねしたいと思います。治療中や治療後に旅行したいと思ったことはありましたか？そしてその時、体調などが不安で行くのを迷ったり諦めたりしたことはないでしょうか。おそらくこちらもあると答えた方が多いのではないでしょうか。今日は治療中や治療後のがんサバイバーの旅行についてお話をしたいと思います。私は現在、旅行や観光を専門に調査研究やコンサルティングを行う仕事をしています。もちろん、プライベートでも旅行と山歩きが好きで、コロナ禍の前は休みのたびに旅行や山に出かけていました。しかし、2020年に乳がんにかかり治療を開始、ベッドで一日中寝込むことが増え、自宅にこもる日々が続きました。そのため、私は気分転換のために、抗がん剤治療の休薬期間に旅行したいと思いました。しかし、感染者数が増えている時期で、しかもワクチン接種前でしたので、旅行を断念せざるを得ませんでした。次に、近くの高尾山であれば行けるかなと思い、インターネットで情報を探しました。しかし、参考になる情報は見つからず、どのサイトでも主治医に相談と書かれているばかりでした。そこで抗がん剤治療の時に、医師と看護師に高尾山に登りたいと相談したところ、免疫力が低下しているので素手で土を触らないよう手袋をしてねとアドバイスをもらいました。なるほどと感心したのと同時に、こうした情報がインターネットにあったらいいのにと思いました。これが高尾山に登った時の写真です。副作用で顔はむくみ、体力も落ちていたのでヘトヘトでしたが、山頂に着いたときはとても嬉しかったのを覚えています。また治療中、私を励ますために職場の方が治療が終わったら沖縄にダイビングのライセンスを取りに行こうと誘ってくれました。治療中から情報収集を始めたのですが、やはりがん治療直後のダイビングに関する情報はほとんど見つかりませんでした。主治医に相談すると、放射線治療で肺に影響が出なければいいよと言ってくれたので、ダイビング旅行を目標に治療をなんとか乗り切ることができました。治療終了から3ヶ月後にダイビング旅行が実現。沖縄の綺麗な青い海に潜ることで、ようやく病気になる前の自分らしさを取り戻せたと感じることができました。私のように、きつい治療を乗り切るためのご褒美として、また落ち込んだ気分を回復させるために旅行を楽しみたい方はたくさんいらっしゃると思います。でも実際は体調や副作用が不安で外出を控えるケースが多いのではないでしょうか。昨年、訪問診療をする傍ら、患者さんの旅行を手助けされている医師の方にお話を伺う機会があったのですが、
患者さんは皆病気をきっかけに旅行を控えてしまい、治療後も出歩かなくなってしまう方がとても多い。なので、そうした人たちの背中を押したいのだとおっしゃっていました。私は病気になってから、多くのサバイバーの方に励ましやアドバイスをもらって、きつい治療を乗り越えることができたので、今度は自分がサバイバーの力になりたいと思いました。何をすれば一番役に立てるのかなと考えた結果、サバイバーが安心して旅行できる環境を作ることがいいのではないかと思いました。そこで早速私はがんサバイバーと旅行について国や自治体、旅行業界の取り組みを調べてみました。国や自治体はユニバーサルツーリズムやバリアフリーツーリズムとして長年にわたって法整備や受け入れ環境整備などに取り組んできました。しかし、その対象は高齢者や障害者が中心で、がんのような疾患にはほとんど焦点が当てられていません。国や自治体の事業担当者の方にお話を伺ったところ、困っている方がどのくらいいらっしゃるのか、ニーズがあるのかが見えないと事業化するのが難しいとおっしゃっていました。そこで、まずは、がんサバイバーの旅行に対する思いやニーズ、課題などを調べて、広く知ってもらうことが必要だと感じました。すでに海外では、がん患者と旅行についての研究が行われており、旅行が患者にもたらす効果や、旅行を妨げる課題などが論文として報告されています。そこで、まずは海外の研究をベースに、日本でも同じ結果が得られるのか、サバイバーの声を集める調査ができたらと思い、今準備をしているところです。調査結果は論文として発表するほか、インターネットなどでも発信できたらと思っています。そして将来的には、がんサバイバーが安心して旅行できるための情報発信やガイドライン作りができたらと思っています。今日の私の話で興味を持っていただいたサバイバーや医療従事者の方には、ぜひ調査へのご協力をいただけると嬉しいです。詳細はホームページやツイッターで発信していきますので、画面にあります URL や QR コードからアクセスをいただけたらと思います。本日はご清聴いただきましてありがとうございました。はい、ありがとうございました。ありがとうございました。相沢さんのその調べちゃうっていうところがすごいですよね、そこまで。なんか思いつかないです、私には。国坊、なんかありますか？そうですね。まあ僕はずっと薬を飲み続けなきゃいけないので、海外旅行に行くとき、抗がん剤を持ち出せるのか、入国のところで引っかかるのかっていうのをすごく勉強して、それを英語で説明する練習までしたけど、結局聞かれなかったガクってきたことありますけど、それも不安にはなりますね。そういう情報もすごく役立つなとは思います。はい。なるほどね。そうですよね。そんなの取り上げられちゃったら困っちゃうもんね。言わないと思いますけど、説明しないと まずいとは書いてあったんで、ホームページにはね、実際はどうかっていうところとかもぜひ、あげてほしいなって今聞きながら思いました。うん。相沢さんはがんになってから行ったところは、ご紹介いただいたところ以外にもあるんですか？そうですね。コロナが落ち着いたタイミングでは、はい、今は山に行ったり、はい、先日は、東北を旅行してきました。18切符が、18切符で、はい。青春18切符？はい。そうね、今海外がちょっとね、行きづらい感じになってますもんね。そうですね。なかなか情勢がコロコロ変わってしまうので難しいですよね。確かに。コロナじゃなかったら、相沢さんもギャンギャン海外行ってたでしょうね。なんとなく、思うに。そうね。でも本当、気軽に旅行っていうのも、ケースバイケースっていうか、病がんの種類にもよるかと思いますけれども、結構ちょっと頑張れば行かれるっていう方で我慢してらっしゃる方たくさんいらっしゃるかもしれないので、そういう方にとってはちょっといい情報だったと思います。こんな感じで
国も。あと、コメントで、ダイビングってハードルが高いから知識と理解と経験がある業者があると嬉しいですっていうコメントが。ああ、そうですね。そうですね。なんかこう、がん患者さんウェルカムみたいな、そのダイビングショップっていうのがあったら、いいかも。そうですね。やっぱり、ダイビング業者って、なんか、すごく価格を安く、安売りするところとか、逆にちゃんとしっかりしてるところとか、結構幅広いので、そういうなんか正しいっていうか、情報発信とかっていうのも必要なんじゃないかなっていうふうに思いました。なんかいいですね。そういうところを一つでも見つけられたらば、ね、まあ、ダイビング、実際できなかったとしても、そこをダイビング勉強するところって結構景色がすごく綺麗だったり、海が綺麗だったりするから、そういうところに行くだけでも、気持ち的にワクワクしますよね。じゃあ、そうそう、時間が参りましたので。はい。はい。じゃあ、ありがとうございました。ありがとうございました。では、引き続きまして、坂本喜久子さんに講演いただきます。坂本さんの発表タイトルは、乳がんが気づかせてくれた大切なことです。それではよろしくお願いします。はい。皆様、こんにちは。坂本喜久子と申します。本日はよろしくお願いいたします。はじめに、自己紹介させていただきます。私は福岡県北九州市に住んでおりまして、現在、民間学童クラブ未来区、特定非営利活動法人 B-LIZ の代表を務めています。家族は飲食店を経営している夫と子供3人の5人家族です。今日は、乳がん告知から新しい仕事へ転換するきっかけになったこと、自分が困っていたから働くお母さんをサポートする仕事を始めたこと、活動を通して見えてきたこととこれから取り組みたいことについてお話しさせていただきます。乳がん告知から新しい仕事へ転換するきっかけになったこと。2015年の8月でした。右胸にがんがあるね、この医師の言葉で生活は一変しました。当時私は正社員としてフルタイムの勤務をしながら、小学生の息子のスポーツチームの送迎に、高校生の娘のお弁当作り、夜は主人の飲食店の手伝いと目まぐるしく動き回っていました。子供のこと、仕事のこと、家族のこと、どうしよう、どうしたらいいんだろうと不安が襲ってきました。医師の診断はステージ2でしたが、右胸を全摘しようと言われました。手術後、リンパ節に転移があることが分かり、抗がん剤治療も必要になりました。当時子供たちは小学6年生と高校3年生。ちょうど卒業式や入学式が重なる時でした。また、職場でも中堅の立場で任される仕事も多く、治療で長期の休みを取ることは不可能でした。子供たちの行事と職場の都合を日々調整しながら抗がん剤治療をスタートしました。治療中は周りに心配をかけないようにできるだけ気丈に明るく振る舞っていましたが、抗がん剤の投与が進むにつれ、体が思うように動かなくなり、あと何回と数えながら通院していました。髪が抜けてしまい、体中がだるくて、ベッドから動くこともできず、何もかも投げ出して逃げてしまいたいと何度も思いました。当たり前に元気に過ごしている人たちを見ると、羨ましくて、私だけがなんでこんなに辛い思いをしなきゃいけないんだろうと、悔しく悲しく思っていました。しかし、ある日、当時小学生だった息子が、いつも私の言動にアンテナを張ってくれていて、私が、あっと声を上げるたびに、どうかしたの?と気遣っていることに気がつきました。治療できついのは私、大変なのは私と、自分にしか目を向けていなかったことに気づいたとき、息子も、家族も、そして周りの人たちも、私のことを見守ってくれていて、何かできることはないかと手を差し伸べようとしてくれていたんだと気がつきました。乳がんになり、きつく辛い思いもたくさんしました。でも悪いことばかりではありませんでした。自分と家族との絆を改めて感じ、それまでの人生を振り返ることができたんです。そう、初めて命と向き合えたと言えます。
自分が困っていたから働くお母さんをサポートする仕事を始めたこと。この様々な気づきから、これから先は誰かの役に立つことをして生きていきたいと強く思うようになりました。子育てに仕事にと多忙を極めていた私が困っていたこと、あったらいいなと思っていたことはきっと忙しいお母さんも同じように思うはず。私はお母さんたちの困ったを解決する、お母さんたちが相談できる場所を作ることを始めようと思いました。お母さんたちの困ったを解決するキーワードは、小学生の放課後や長期休暇でした。放課後遊び回っている息子に習い事をさせたくても連れて行けなかったことや、夏休みのお昼ご飯、仕事から帰ってすぐの食事の準備と、私ができなかったこと、大変だったこと。そうだ、この私が困っていたことを解決できるようなお母さん目線の学童クラブを作ろう。これを思いついた時のワクワクは今でも忘れられません。乳がん治療から約2年後、私は思い切って12年間勤めた会社を辞めました。2年経ったとはいえ、まだまだ経過観察中で、ホルモン剤の後遺症でホットフラッシュや手足の関節のこわばりなどもありました。それでもお母さん目線の学童クラブを立ち上げたいと、地元の商工会議所の独立企業の勉強会に参加しました。そして、家族に背中を押されたこともあり、乳がん治療から約2年半後の2018年4月に民間の学童クラブを立ち上げました。次に私が実現したいこと、お母さんが相談できる場所を作ること。お母さんに限ったことではありませんが、大人になると自分で考え、自分で決めることが多くなります。仲の良い友人には言いにくいけど、誰かにちょっと聞いてほしい。詳しい人に話を聞きたいと感じる場面は多いと思います。この解決のために学童クラブを設立した翌年に、学童クラブ施設の隣にカフェを併設したスペースをオープンしました。試行錯誤を繰り返す中で、私の思いに賛同してくれる人が増え、活動方針も固まり、今年の6月には特定非営利活動法人 BWIZ として登録が完了しました。ここでは主に学生さんや若者を支援し、社会とつなぐ活動をしています。この中で、家族が病気になったり、自分が病気になったり、そんな不測の事態は誰にでも起こる。困った時はいつでもここに来て相談してねと伝えています。また、特に女性に特化した取り組みとして、乳がんの体験談や乳がん検診の啓蒙活動をしながら、いつでも相談に来れる窓口として、ママたちの保健室を週に一度開催することを始めました。活動を通して見えてきたことと、これから取り組みたいこと。ママたちに私の体験を話すと、乳がんってどうやってわかったの?とか、どこに検診に行ったらいいの?実は私も乳がんだったの?と、たくさんの人に声をかけられます。最近は、知り合いが乳がんになったから話を聞かせてほしいといった相談も来ます。そう。病院では、乳がんと診断された人の細かな気持ちのケアをするのは難しいということを私は強く感じました。私は乳がん罹患後数年経ってから、キャンサーネットジャパンやマギーズ東京のような支援団体があることを知りました。乳がんの診断時には、このような存在を知らず、ましてや予約でいっぱいの病院の先生には相談できず、自分一人で乗り越えるしかありませんでした。乳がんと診断された女性の多くは、仕事や家庭、子供など、たくさんの不安を抱えているはずです。先が見通せない不安は、同じような体験をしたサバイバーと話をすることで解消するケースも多いと思います。そこで今、私が手掛けているママたちの保健室を拡張させて、がんに特化したお話し会を開催したり、ピンクリボン活動を推進したりしながら、将来的にはこの場所をマギーズ東京の九州の拠点、マギーズ九州にしたい、そんな夢を持っています。こんな私の思いや活動に関心のある方は、ぜひ情報交流をさせていただきたいので、こちらまでご連絡いただく、くださるととても嬉しいです。最後になりますが、私の立ち上げた民間学童クラブと NPO 法人を紹介させていただきます。関心のある方は、学童クラブ未来区、特定非営利活動法人 BWIZ で検索してご覧ください。拙い発表ではありましたが、最後までご清聴いただき、ありがとうございました。
素晴らしい。はい、ありがとうございます。多いですね。本当に。坂本さんは、実際お会いすると普通のね、結構小柄な女性なんですけど、やってらっしゃることがものすごいですよね。すごいことをなさってらっしゃると思います。ありがとうございます。どちらの九州のどの都市なのですか？あ、はい。九州小倉北区です。小倉北区。ね、小倉北区にお住まいの方でしたらば、ね、すぐにその施設を見に行ったり参加したり、使ったりできるのですが、他のところにもこういう施設があったらいいですよね。助かる。国防どうでした？はい。気軽に相談できる場所っていうのがありそうでないので、ぜひ、ね、実現していただきたいなと思います。で、コメントで感想っていう形ですけども、素晴らしい行動力ですね。きっと夢が叶って、九州の拠点が実現すると思います。応援していますっていう。ありがとうございます。マギーズ九州ね。本当。欲しいです。慣れちゃうかもしれないよ。頑張ります。素晴らしい。いや、なかなかこう、NPO 作ろうとか思って、いや、ちょいって粘土をね、ギュギュってやるみたいにできるものじゃないもんね。やっぱり大変だったと思いますよ。はい。いや、どうもありがとうございました。ありがとうございました。引き続いて、次の方に移ります。矢作龍さん、講演お願いします。はい。矢作さんの発表のタイトルは、養育里親を活用したショートステイ事業です。はい。それでは、龍さん、準備よろしいですか？よろしくお願いします。はい。養育里親を活用したショートステイ事業。矢作龍と申します。よろしくお願いいたします。私は養育里親で2015年に大腸がんに罹患しました。入院や通院治療中に子供を預けることを検討しました。皆さんはがん患者の4人に1人は子育て世代ってご存知でしょうか？手術や入院で子供を安心して預けたいと考えた方もいらっしゃると思います。そこで私が考えた養育里親を活用したショートステイ事業を3つのポイントに順を追ってご説明いたします。1、養育里親の仕組み。2、一時保護で。3、里親ショートステイ事業。では、1、養育里親の仕組み。私は大腸切除の手術を控え、妻が自営業の仕事と家事で忙しくなることを予想し、当時8歳の里子を私の入院中だけでも預けてもらおうかと検討しました。幸い里親制度には里子を預ける仕組み、レスパイトケアがありますから、ちょっとだけ安心でした。ここで簡単に養育里親の仕組みをご説明いたします。養育里親は実親が子供を養護できるまでの間など一定期間の養育を前提としています。そのため子供の戸籍に変更はありません。実親家庭の再構築のために子育てを担うのが養育里親だとご理解ください。レスパイトケアは里親が病気など様々な事情で里子を養育できない場合、一時的に休息を取る里親援助の制度です。里子の預け先は他の里親家庭や児童養護施設などです。私は自分の体験から病気入院などで子供を預ける子育て世代のサバイバーに関心を持つようになりました。2、一時保護で。私の治療が落ち着き日常を取り戻した頃、児童相談所から一時保護児童委託の打診がありました。説明によると、幼児を3週間ほどの委託、母親は病気で長期入院、父親は仕事が忙しく休めない状態、近所に頼れる人がいないとのことでした。すぐに承諾し、委託となりました。このように一時保護は、子供を預けたい人と里親の面会打ち合わせはほとんどありません。
これは児童虐待などを想定している仕組みだからです。子どもの預け先は基本的に一時保護所で、その他に里親家庭や児童養護施設などになりますが、利用者は詳細を教えてもらえません。私は経験から、病気で子どもを預ける親は事情をよく理解した信頼できる人にお願いしたいと考えるんじゃないかなと思いました。これから治療を受ける親がどこだか誰だかわからない人に大切な子どもを預けるのはとても不安です。私はレスパイトケアを検討していた時を思い出し、親の私のせいで子どもに申し訳ないって気持ちが蘇ってきました。一時保護は委託中、親子で連絡はできません。要件は児童相談所を介して伝言されます。我が家に来た子供は夕方から夜寝るまで親恋しさに涙することが多いです。親に会いたい、そして心配する子供に親の声を聞かせてあげたいなと思ってしまいます。もし連絡できたら子供はもっともっと泣くかもしれません。でも、場合にもよりますが、感情を抑えつけるより表現させた方が良い時もあります。私は病気療養のために子供を預けるシステムはないものか考えました。3、里親ショートステイ事業。地方自治体のが行う子育て短期支援事業にショートステイ事業があり、病気療養の親が子供を預けるシステムにとても適していると思いました。この原稿を地元自治体の里親ショートステイ事業の要望書といたします。担当職員は利用者と預ける里親に面会、打ち合わせを得て委託となるように希望します。預ける里親家庭を知ってからの手続きですから利用者は安心できます。もしご近所の里親さんを知っていれば、希望預け先に指名したり、一緒に窓口へ伺うことができれば、より安心してもらえると思います。また、もしも担当職員と里親が患者さんの治療スケジュールを理解してお子さんの委託となれば、患者さんの心の負担を軽くして治療に専念してもらえると思います。それともう一つ、病気療養の親が委託中の子供と連絡できる仕組みを希望します。こんな時こそ親子の会話は精神的な安心につながり、家族の絆が深まるものだからです。これなら近所に頼れる人がいない場合でも大丈夫ですね。同じ生活地域なので、子供は里親家庭からいつもの学校や幼稚園に通います。まるで近所におじいちゃんのおばあちゃんの家があるみたいになりますよね。まとめです。1、養育里親は家庭の再構築のために子育てを担います。2、一時保護は虐待などを想定した仕組みで委託先を知らされない。連絡ができない点があること。3、里親ショートステイ事業は、里親家庭を知ってからの委託、連絡ができるというように要望書といたします。私は手術や入院でも、子供を安心して預けられる、養育里親を活用したショートステイ事業を、地元行政にこの原稿を要望書として提出いたします。よろしくご検討をお願いいたします。皆さんの地域でもぜひぜひいかがでしょうか。ご興味のある方はこちらまでご連絡ください。どうぞご支援、ご協力、そしてご注目、お願い申し上げます。以上です。ご清聴ありがとうございました。はい、ありがとうございました。ありがとうございました。もしこれをご覧になっている方が、自分も養育里親になりたいとか思ったら、一体どこに行ったらいいんですか？そうですね。児童相談所に、相談すると一番いいと思います。じゃあ、ご自身の自治体にある児童相談所に、ちょっと連絡して、そこから突破口というか、
そうですね。あと、ってことですね、里親入門講座っていうのを年1回、2回やってる地域もあるので、そこで里親さんの体験談なんかを聞くと、想像できると思います。でもそういえば、ちょうど昨日うちの近所の掲示板で見ましたけど、そういう自治体でそういうセミナーをやってるのかもしれないですね。じゃあ気になる方は、ぜひ、そういうところにアンテナを張ってらっしゃるといいかなと思います。人のぬくもりを感じる取り組みですねっていう応援のメッセージが。ありがとうございます。ありがとうございました。ありがとうございました。すごく原稿が仕上がった過程を知ってるんで素晴らしかったなと思います。ですね。まあ、ちなみに、今回、国坊が原稿をね、何回かチェックしてくださっていて、今日、皆さん本当に全力を出し切っている感じで素晴らしいですよね。じゃあ次行きます。高倉理恵さん、お願いいたします。はい、よろしくお願いします。います。高倉さんの発表のタイトルは、がんになっても安心して子育てできる地域社会にです。準備ができたらスタートよろしくお願いします。はい。皆様こんにちは。高倉理恵と申します。今日は貴重なお時間をいただき、どうもありがとうございます。私からは、女性がんサバイバー、中でも子供を持つがんママの居場所についてお話しさせていただきます。最初に自己紹介をいたします。私は2018年、乳がんに罹患し、左乳房の全摘手術を受けました。術後は補助療法として抗がん剤治療を半年、分子標的薬治療を1年、その後、自家組織による乳房再建手術を受け、現在はホルモン療法中です。家族は夫と娘2人の4人家族で、罹患当時、子供たちは5年生と中学2年生でした。現在は自分の住んでいる東京西東京市と近隣の北多摩地域で、がんを経験した女性のコミュニティ、カラフルリボンを立ち上げ、その活動の一環として、今日これからお話しする子育て世代のがんサバイバー、いわゆるがんママの居場所を作る活動を始めています。今日私から皆さんにお伝えしたいことが3つあります。一つ目は、がんママが感じる孤独について。二つ目は、がんママにこそ、がんママともが必要な理由。そして、三つ目は、そんながんママたちのための居場所を、皆さんと一緒に作りたいということです。がんママ当事者の一人として、私の経験も含めてお話しさせていただきます。がんかもしれない。と思った時から、がんが確定し、治療が始まるまでの間は、とても不安で孤独な時間です。私も、これからどうなるんだろう。抗がん剤をしたら、家事はできる？子供の預け先、見つかるかしら？など、誰かに相談したいのに、誰に相談したらよいのかわからなかったり、また、こんなことで相談をしてもいいのだろうか？と、ただただ不安を抱えていました。当時私が何より一番辛かったのは、私だけが癌になってしまい、これまで親しくしていた周りの人たち、特に地域や学校関係のママ友たちと急に孤立、ママ友たちから急に孤立してしまったような気持ちになったことでした。子育て中のママにとって、身近なことを何でも相談できるママ友は、実は日常生活にとても頼りになる存在であり、仲間です。しかし、私はママ友たちに、がんになったとはなかなか言えませんでした。かといって、がんになったという部分を隠しての会話は、嘘をついているわけではないのですが、どこか落ち着かず、緊張の連続で、いつしかママ友たちとは距離を置くようになってしまいました。そんな経験から、がんのことも共有できて、いろんなことを話せる子育て仲間が欲しい。私は心からそう思いました。もちろん今の時代、SNS で全国各地のがんママとつながることができます。私も、ピアリング
という女性のがんのコミュニティで全国各地の仲間とつながっています。しかし、一歩玄関を出るとそこには誰も仲間がいません。実際、SNS ではいろんなことを話せても、日常生活では孤独を感じている、がんのことを話せるのはここだけという声は、ピアリングの中でもよく目にします。そして、がん治療と子育ての両立に悩む、まだ会ったこともないがんママの悩みに、近くにいたら会って話を聞いてあげられるのに、という書き込みも多いです。SNS ももちろん大事な居場所だけれど、やはり身近な自分の住む地域でがんママ仲間と支え合いたい。私はそれを形にしたいと思いました。それが私ががんママの居場所を地域に作りたいと思ったきっかけです。私の住んでいる自治体には、子育て支援、高齢者支援、障害者支援はあっても、がんサバイバー支援はありません。だからこそ、私は子育て世代のがんサバイバーが孤立しない環境づくりが必要だと考えます。なので、まずは地域でがんママ仲間がいますよ、と声を上げたいです。がんの治療は長期にわたり、再発の不安もあります。その長い治療期間をがんサバイバーとして、治療も子育ても頑張っている人同士つながりたい。つながることで知恵や工夫もシェアできるし、情報収集もできます。また活動を地域の方に知っていただくことで、そこから行政や教育、医療の現場にもがんママへの理解が広がっていけば、支援の見える化にもなり、誰もががんになっても安心して、子育てできる地域社会に近づくのではないでしょうか。これまでお話ししてきた通り、まだまだがんと告知されてしまうと、私のように誰にも言えず、精神的に孤立してしまうがんママがいます。まずは地域にがんママの居場所を作りたい。それが今日皆様にお伝えしたかったことです。今日お聞きいただいている皆さんの中に、すでに同じような活動をされている方もいらっしゃるかもしれません。そのような皆さんともつながりたいです。ぜひご連絡をください。こんな活動あなたの地域にありますよと伝えることができる居場所マップを作るので、ぜひ情報をシェアさせてください。そして、行政や医療関係者の皆さん、子育て世代のがんサバイバーのための居場所作りを応援していただけませんか？当事者の方はもちろん、知恵やお力を貸してくださる方からのご連絡をお待ちしております。ご清聴ありがとうございました。ありがとうございます。はい、ありがとうございます。なんか本当に皆さん、たくさん練習なさったんだなっていうのをつくづく感じますが、国坊いかがでしたか？はい、そうですよね。やっぱりリアルな、触れ合いっていうのは重要かなと思いますね。で、実際コメントもお疲れ様でした。とても大切な取り組みかと思います。ガンママつながりは、ガンの種類を問わずでしょうかって、問わずでしょうかっていう投げかけですけど。はい。はい、私は乳がんなんですけれども、実は大腸がんとか肺がんのお母さんたちって、意外といらっしゃるので、そういう方たちは、がん種で分けた患者会だとどうしても、男性の方も一緒なので、ちょっと気を使われることもあると思うんですね。なので、婦人科系のがん、乳がんだけではなく、いろんながん種の、本当に子育てをしている方、あと子育てが終わった方も含めて、いろんな方に参加していただけたらいいかなと思います。ということは、がん種は問わず。がん種は問わずです。ということですね。はい。ました。ありがとうございます。こういうね、つまりも大事ですよね。やっぱりここ、今、お子様に関わる援助の方が続いてますけれども、この小さい子供がいる時の、なんていうんですか、治療と、子育ての両立って本当に、大変ですよね。綱渡りなところがありますね。うん、遺伝子操業的だったっていう、私もそうだ
ったですけど、幼稚園だったので、そんな感じがしましたけど、高倉さん自身も、はい、この時は小さいお子様がいて。はい。まあ、小さいといっても、小学校5年生と中学校2年生でしたので、比較的大丈夫でしたが、でも成績が落ちてしまったりとかすると、うん、ああ、心配しちゃって勉強手につかないのかなとか、やっぱりいろいろ考えました。そうですね。物忘れ、学校でね、忘れ物が多いけど何かありましたかとかって私、うん、言われたことがあります。そういうことはね、あるけど。ね、なんかこう、ママ友ができると、ガンママともね、あると。そうですね。ですよね。そういう、かわいないようなことだけど、ちょっと、診察室では言えないけど、そういうことを話せる人がいると、ちょっと気持ちが楽になりますよね。ぜひ、頑張っていただきたいと思います。ありがとうございます。はい。では、お時間来ましたので。はい。どうもありがとうございました。ありがとうございます。それでは、なんか、あっという間に最後になりました。川端さん、お待たせしました。最後のプレゼンターは、川端翔平さんです。川端さんの発表のタイトルは、綾世代がんサバイバーがどん底から息を吹き返すにはどのような支援が必要かです。じゃあ、お願いします。はい、すみません。よろしくお願いいたします。改めまして、川端翔平と申します。職業は理学療法士をしております。SNS はこのアイコンで発信しております。ヒゲとメガネが特徴的になっておりますので、覚えていただけると嬉しいです。治療歴は2018年2月に28歳の時に急神経芽細胞腫という希少がんが発覚しました。手術、その後の術後の陽子線治療を実施しました。2021年に陽子線の晩期症状で右目の小視帯手術をしました。現在は経過観察中で発覚から4年半経過しています。さて皆様、綾世代という言葉をご存知でしょうか。一般的に15歳から39歳のがんのことを指します。綾世代は人生の様々なライフイベントを迎えます。それは夢と希望に満ち溢れた状態で、華やかな未来を思い浮かべていることでしょう。しかし、もしも、そのライフイベントとがんがドンピシャで重なってしまったら、そのライフイベントを諦めることも多くなり、絶望を感じることでしょう。私もその一人でした。では、こうして訪れてしまった絶望を希望に変えていくことはできないのでしょうか。まずは私のがんとライフイベントに関して話をします。私は2018年6月に結婚式を控えていました。しかし、その4ヶ月前にがんが発覚しました。まず、治療期間がどれぐらいかかるのか未知数であったため、お互いの両親と話し合った結果、結婚式を白紙にすることになってしまいました。その後はがんが見つかってから、結婚に関してお互いの両親ともに前向きではない様子であり、自分もどうしたらいいか分からなくなり途方に暮れました。結局、このままじゃお互いのためにならないと考え、私から別れを告げる決断をしました。がんになり、結婚を白紙にした。この時も辛かったですが、彼女との別れを決断するのは苦渋の決断でした。本当に彼女には辛い思いをさせてしまい、申し訳なかったですが、今では感謝でいっぱいです。以上、私のがんとライフイベントに関してでした。私の場合、結婚というライフイベントでした。がんになったことで結婚自体が一旦なくなり、自信を失ってしまい、一人でどん底に落ちてしまいました。しかし、今では絶望は少なくなり、未来に希望を感じて生活をできるまで回復をしました。さて、私のように一人でどん底に落ちてしまった、綾世代がんサバイバーが息を吹き返すにはどのようなことが必要なのでしょうか。私の経験から必要だと思うことを考えました。それはメンターやがん仲間を見つけることです。綾世代でがんに罹患すると、学校や職場など
周囲の同世代の方でがんになったことある人はほとんどいません。そして周囲の人たちが順風満帆に見えてしまい、それと比較してしまい、一人殻にこもってしまいやすくなります。そんな殻を破るためにはメンターやがんの仲間の存在が必要です。私もそうでした。同じ綾世代でがんを罹患し、自分よりも生存率も低い、そんな状態から今ではさまざまな人を勇気づけるような活動をしている。そのような人に何人も出会うことができたことが、私ががんになって、がんになった自分の存在価値を見出すことができ、私は未来に希望を感じることができました。さて、ではどうやってがん仲間やメンターを見つけるかです。私の場合は希少がんで、同じがん種の人が全然いない。自分の周囲にがん患者さんもいない。発症して1、2年は全く情報が得られなかったです。ようやくがん患者さんの本を読み始め、そこから患者会や講演などの情報を知ることができ、メンターやがん仲間に出会うことができました。出会うまでに約3年ほどかかったと記憶しています。自分としては発症当初の結婚のことで悩んでいるときに出会いたかったとも思いました。そうすれば自分も当時の彼女も悩みが減り、苦しまずに済んだのかなと思いました。できるだけ早くメンターやがん仲間と出会うためには、やはり医療従事者の力が必要かと思います。がんになったときは誰しもが無知です。特に綾世代は希少がんなども多く、情報が少ない。なので、ぜひ同病者や患者会などの情報を教えてあげてほしいです。早く知ることにより、より早くどん底から息を吹き返すことができます。また、現在がんサバイバーの方は、ぜひあなたのがんの経験を発信してほしいと思います。あなたが発信することで、まだ殻に閉じこもっているがんサバイバーが気づくことができるかもしれない。そしてがんサバイバーの心の支えになるかもしれない。今はいろんな発信媒体があります。綾世代のがんサバイバーの方は、どのような形でもいいので勇気を持って発信してほしいです。そんな発信しろ、発信しろとうるさい私ですが、簡単に私の発信歴を宣伝します。私はがんの手術の前日からアメブロで発信を開始しました。サボりながらなので、記事数は少ないですが、今では107記事ほど書きました。そして皆さんご存知、がんノートにも1回出演をさせていただき、それを見ていただいた朝日新聞社の方に声をかけていただき、今年インタビュー記事を掲載させていただきました。また、スタンドアップのフリーペーパーや、この発表をするきっかけになったがんスピーキングセミナーにも参加をさせていただきました。さて、最後にもう一度大切なことを振り返ります。綾世代がんサバイバーに必要なもの、それはメンターやがん仲間だと私は確信しています。私の今の目標は、自分を救ってくれた仲間やメンターのように、私もそのような存在になることです。どん底から救える存在に僕はなりたい、と私は今考えています。今日聞いている皆様、ぜひ私とつながってください。今日の感想など何でもウェルカムです。ぜひあなたのがん仲間になり、あなたに笑顔を届けたいなと思っています。ブログ、Facebook、Twitter などやっておりますので、ぜひメッセージなどいただけると嬉しいです。また、今までの記事などは川端翔平がんなどで検索していただけると、ぜひヒットしますので、ぜひお願いいたします。そして最後に、チャームポイントであるメガネとヒゲをぜひ忘れないようによろしくお願いいたします。以上です。ここまで聞いていただいてありがとうございました。はい、ありがとうございました。素晴らしい。はい、ありがとうございました。最後までお待たせしましたが。あ、すみません、ありがとうございました。今、どんな気持ちですか？待ちかびれました。はい、やりきりました。ありがとうございました。こちらも。素晴らしかったです。はい。はい。クリボー何かありますか？はい。無事終わってよかったなと。川端さんへの質問で、メンターとは何のことですか？
おお、お願いします。メンターというのは自分の目標になるような方ということですね。うん、道しるべになるような方というこ、僕はそういうような方をちょっと何人か、出会わさせていただいて、そこから気持ちが立ち直ることができたっていうようなことで、はい、そのような方たちのことです。はい、ありがとうございます。はい、川端さん、ありがとうございます。まあ、そのままお残りになりまして、他の方も、はい、画面をオンしていただければと思います。で、最初に、一さんへの質問、先ほど取り上げれなかったので、一つありますね。はい。あ、じゃあ読みますね。はい、お願いします。私も大腸がんステージ4で仕事を続けています。職場の理解が得られず、苦労しているのですが、上司とどのように交渉を続けておられますかという質問が来てました。父さん、お願いできますか？うん、どこまで行ってもですね、理解は難しいと思ってるんです。まあ、7回もお話はしますけども。もうですから、自分ができることとしては、事前にもうかなり前からですね、予定をちゃんと押さえておくっていうことをスケジュール調整するしかないのかなと思っていまして、多分心配されてるのはみんなそうだと思うんですが、治療とか経過観察の時に通院目的で休暇とか休業をしなきゃいけない。うん、これがガンサバイバーの宿命になるんですけれども、それが5年とか、次10年とかいう単位で続いてくると思いますが、そこですね、まあ先にスケジュールが分かってるので、まあ、どんどん押さえていくしかないということと、外堀埋めながら、まあ同僚も巻き込みながら、自分で環境を作っていくしかないかなと思っています。自分がならないと正直言って理解できなかったわけですから、私も。上司が理解させるのは難しいので、折衝とか交渉とか解き伏すことはもうあまり考えてないですね、今はね。以上です、うん。はい、ありがとうございます。そうですね、お仕事しながらっていうのも本当大変だと思います。つながるのが大切ですよね。あ、会社で相談相手が見つけられないのはよくわかります。つながるのが大切ですよね。という声もいただいていました。はい。それでは、国坊。はい。一言をいただいておりますか。あ、皆さん、ね。この、急ピッチでしたもんね、今回は。準備期間が短い中、何回も書き直ししていただきまして、こいつと僕のことを思った方もいらっしゃるかもしれませんけども、もう最終的には非常にいい、発表で心に皆さんに訴えかけるような内容だったな、というのが僕の最後の感想です。はい、時間もちょうど、ですから素晴らしいなと思ってます。今もね、148名の方が見てくださっていますので、最後にね、一言ずつメッセージをいただけたらいいかな、なんて思ってるんですけど、どうでしょう、はい、国語。ですね。はい。じゃあ、一番バッターから、一参加ですかね。お願いします。はい。私、閉じてしまいまして、そのことだけが悔やまれるんですが、まあ、伝えたいことは伝えましたし、次の宿題をいただいたということで、はい、前向きに、やるべきことをコツコツと頑張っていきます。ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。はい、リアクションをいただけたら嬉しいです。はい、ありがとうございます。励みになりますので、よろしくお願いします。はい、次、佐久間さん。ありがとうございました。普段から伝えたいことがあるはあるんですけれども、こういう機会がないと、きちんと筋道立って、余計なことを入れずに、きちんと綺麗に、ストーリーを作るということを、こう、心がける機会ってないと思うので、出させていただいて本当に良かったと思っています。あと、せっかくなので、皆さんと繋がれるように、近々きちんとホームページ等を作りたいなと、今日強く思いました。頑張ります。ありがとうございました。はい、ありがとうございます。はい、ありがとうございます。今、質問が一つ入ったんですけれども、皆様ありがとうございます。自身もがん患者ですが、ひっそりと活動しております。皆様がお顔出しされて活動されるのは、迷いなどございませんでしたか、ね、っていう。どうでしょう、ちょっと返事してくだされるっていうか、回答してくださる方、いらっしゃいます？あ、じゃあいいですか。うん、はい。私はもうライブ配信でバンバン自分ががんサバイバーであることを言ってるんですが、もう覚悟ですね。覚悟。迷いはありますし、今でも迷ってますし、リスクも承知してるんですが、まあ、そこは覚悟です。以上、はい、でしたね。はい、以上です、うん。ありがとうございます。必ずしも顔を出さなければいけないっていうことも私もないと思うし、でも顔を出して活動するっていうのは本当にメリットがやっぱりたくさんあるんですよね。説得力が増すとか、
あると思います。で、ご自身 の, あのそれぞれ環境で許されるようであれば、顔出しされるのもよし、なしで活動されても十分にそれはあの役立っている、どこかで必ず役立っていると思います。はい。ありがとうございます、一さん。じゃあ、3人目の小宮さんから一言お願いします。はい。はい、ありがとうございます。本日はありがとうございました。あの、多くの方が、あの、ご参加している状態で本当に嬉しいなと思います。で、あの、病気の経験っていうものが、こうネガティブなものばかりだと、あの、個人的にはこう、最初は思っていたんですけれども、あの、今日なんかも私自身っていうよりか、皆さんいろんな方のこう、話を聞いて、あの、病気のこう経験を経てですね、例えば友達がこう増えたりとかですね、あの、いろんなこう、いいこともいっぱいあるなっていうのは改めて今日は感じる日だったので、本当にあの、楽しく過ごせました。ありがとうございました。はい、ありがとうございます。次は、相澤さん、お願いします。はい、私も、何でしょう、こういう機会を、あの、話す機会を与えていただけたっていうのがすごくやっぱり、あの、まあ、癌になってよかったとは思わないんですけど、はい、あの、こういう機会があるっていうことで、すごくモチベーションも上がって、あの、ね、皆さんに聞いてもらえるなんて、あの、すごくやる気が、あの、どんどん湧いた、あの、すごくいい機会でした。ありがとうございます。はい、ありがとうございました。お疲れ様でした。そして視聴者の皆様からたくさんですね、リアクションをもう絶え間なくいただいています。ありがとうございます。こちら見えてますよ。嬉しいです。はい、じゃあ、坂本さん。はい。今日はありがとうございました。まあ、自分が癌になっていろんなことを経験して、で、また新しい仕事を始めてっていう振り返るきっかけにもなりましたし、これを聞いているあの癌サバイバーの方で一人でもこう前向きになっていただけたら嬉しいなっていうふうに思ってます。このような機会をいただけてみんなのあのお話も聞かせていただいて、またこれから自分のあのこれからにも活かしていきたいなと思います。今日はありがとうございました。はい、ありがとうございます。ありがとうございました。矢作さんですね。はい、お願いします。はい、今日はありがとうございました。そうですね。一般的にその特別養子縁組里親っていうのが、あの、皆さんに知られてると思うんですけど、養育里親っていうのもあって、で、あの、やはり皆さん、怪我とか、あの病気とかしたとき、子供の預け先っていうときに、あ、養育里親っていうのがあるんだっけな、なんて思い出してくれたら、今日、いいなと思いました。どうもありがとうございました。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。知らなかったので、新しい見識を見られてよかったです。なんか、あ、いちさん、ミスとおっしゃってましたが、私には正直気づきませんでしたっていう声もいただいています。ありがとうございます。男子の種類は違います。今度はステージ4お互い頑張りましょう。皆様貴重な100票ありがとうございましたという声もいただいてます。はい。そして、高倉さん、お願いします。最後に一言。はい。今まで SNS の中でママ同士つながって、あの、頑張ってきました。でも、これからは、あの、地域でも、少しでもお役に立てればと思って活動を始める、いいきっかけになりました。これからもどうぞよろしくお願いします。ありがとうございました。ぜひ、あの、ちなみに高倉さんのエリアはもう一度言っておいた方がいいんじゃないですか、ここで。はい。東京、西東京市なんですけれども、あの、それだけだと人数少ないので、一応多摩六都っていう北多摩地域を、はい、活動の拠点にしてます。よろしくお願いします。はい、お住まいの方で聞いてる、いらっしゃる方がいらしたら、なんとか繋がれることができたらいいなと思っておりますので、よろしくお願いします。そして最後、川端さん。今もう終わったばかりですけれども、川端さんにメッセージ来てます。うん、私も親世代の罹患、孤独な日々でした。川端さん、勇気づけられました。との声をいただいております。ありがとうございます。じゃあ最後に、はい、お願いします。はい。はい、私も癌になって、まあ、いろんなものを失ったものもあったんですけど、まあ、それでも、こうやって立ち直って、前を向いて頑張っていけるってことを皆さんに知ってもらえたらなと思って、今回ちょっと頑張って発表しました。はい。まあ、微力ながら、また私にできることがあれば、まあ、個人的にまた頑張っていきたいと思います。本日はこのような機会いただいてありがとうございました。はい。ありがとうございます。じゃあ、最後に、クリボーから一言お願いします。はい。皆さんお疲れ様でした。そして今ご覧になっている方は、ぜひ皆さんもチャレンジしてみてください。来年も OCT というセミナーあると思いますから、どんどんチャレンジされることをお待ちしています。では、大友さんどうぞ。はい、ありがとうございます。本当に、励みになります。
絶え間ないリアクションもどうもありがとうございました。当事者だからこそ、語ることによって、社会を動かすことができるんじゃないかと。本当にそういうふうに思える、鳥肌が立つような時間でした。皆さん本当にね、頑張られたと思います。発表者の皆さんありがとうございます。そして視聴者の皆さんも本当に長い間お付き合いいただきありがとうございました。これで話は尽きないんですが、もっと皆さんとね、お話しして、生だったらね、この後もお話ししたりとかできるんですけれども、今日はここまでということで、お時間になりましたので終了させていただきます。長い時間お付き合いいただきありがとうございました。またですね、おそらく OCT や、実行、開催されると思いますので、その時には今聞いてらっしゃる皆さんにもぜひ参加していただきたいと思います。じゃあ今日は皆さんどうもありがとうございました。これで終了させていただきます。じゃあ皆さんどうもありがとうございます。